はい、えー、どうも、ボトブです。インザティーブ b スです。この番組は、スポティファイ向けに動画ポッドキャストとして配信してまして、えー、まあ、日頃、ポッドキャスト配信なんかをしている、えー、まあ、収録現場からみたいな感じですけども、まあ、普通に自宅の部屋なんですけども、えー、お送りしております。で、スポティファイ以外のプラットフォームや音声のみ配信されておりまして、 えー、動画は YouTube にもアップしております。はい。ということで、先週ね、少し1ヶ月ほど空いた後、先週、えー、久々に配信しまして、まあ、ちょっと病状、ね、ちょっと体調崩してましたの、ね、で、病状の話をしましたが、えーまあ、その後、まあその時もね、えー、おそらく、えー、アキュ急性向上腺炎っていう病気だろうということで、で、精密検査の結果をまた病院に行ってきたんですよ。 で、えー、まあ、ただ本編のね、マイカップオブティーで結構がっつりその前とか話してたので、えー、まあちょっとその後の話はですね、えー、まあ一部、まあ本当に、あの、興味がある人は少ないと思うので、<laughs> アフタートークとしてサブスクユーザー向けに配信したところです。まあまあ結論から言うと、まあまあ結果は見てもやっぱり、まあ、まあ予想通り、あ、急性向上1円でしたと。 でただ、2週間、まあ、1回ってね、2週間後に検査の結果聞きながら行ってきたんですけども、血液検査の数値が全然良くならないということで、えー、強い薬に変わっております。えー、ロキソニンでやってたんですけども、もうステロイド剤を、えー、服用するようになりました。で、今日2日目なんですが、ステロイド剤に変えてね、えっ、ー、と、そうね、昨日は変えたばっかの時はまだちょっとね、 うんと夜になると、あ、怪しいなーっていうのあったんですけども、やっぱ2日目になると、だいぶ楽になったかも。うん、ただ、このステロイド剤がね、あの急にやめれない薬なので、ま良、あ、くなったからといってパタリティやめることができずに、まあ、徐々に減らしていかなきゃなくって、なので次1ヶ月後にね、様子見ながら行ってくるんで、まあだからあと2ヶ月、3ヶ月くらいかかるんじゃないっていう。まあ、ただ、症状は抑えられました。で まあ、ロキソニンで抑えてても、ええー、まあ、もしかしたらね、まあ数値良くなるだろうというのはあったんだけど、ちょっとね、やっぱり熱出るのがたまにあったりして、で、脈とかも速くなるので、心臓にね、負担がかかるということで、まあまあ、ちょっとここはステロイド剤で抑えちゃいましょうみたいな感じです。はい。なんか年取りましたね。 ということで、ポッドキャストもね、ちょっと増やして、また戻していかなきゃいけないと思うんだけども、えー、まあ、毎日配信のミュージックトーク、サウンドトラックの方は、まあ、毎日ね、ちょっと配信できてないところもありましたけども、まあまあ、毎日できるだけしていこうとで、本編マイクアップオブティーも、うーんと、まあ、月に2回ぐらいはやっていこうと思うんですけども、その他ですよ、うーんとね、 まあ、ちょっとビジネス的なの仕事に使える交渉術ってやつと、ちょっとあと新しくやろうと思った、えー、ウィズプロダクションっていうね、あの、野号で仕事してるんですけども、まあ、そっちの方のポッドキャスト、うん、えー、ポッドキャストインサイダーっていう形でやろうかなと、準備だけして終わってます。<laughs> それもね、ちょっとどうやってやるかやり方を、構想を忘れてまして、 えー、音声読み上げを使おうかもやってんだよね。<laughs> あのー、無料版は音声読み上げで、ポッドキャスト関連のニュースを流しながら、えー、サブスクユーザーには、もう喋りでね、あのー、実際、ポッドキャスト業界の話をね。 しようかなと思っていたんですけど、それでよかったんだ。原稿、毎日書くつもりだっけ毎日というかね、毎回書くつもりだっけとかって、音声読み上げさせるにはね、原稿を書かなきゃいけないんですよ。でただ、普段あんまり原稿書いてないんで、そのフローで本当に大丈夫かもしかしたらその無料部分も喋った方が早いんじゃないかっていうふうには思っているんだけど、ちょっと差ができない。まあ差はできなくていいんだけどね、別に、ね、別にいいんだけど。 なかなかね、ちょっとね、どういう構想にしようかちょっと忘れてしまっていて、<laughs> ちょっと考え直し。まあ、その音声の読み上げと自分のトークを混ぜようかとかなんかいろいろ考えたような気がするんだけどね、忘れちゃったんだよね。まあ、ただあの、ポッドキャストの、あのー、業界の裏側というかね、えー、2007年ぐらいからポッドキャストの仕事を実はしているので、その辺の話とかも含めてね、現状どう見るか。 えー、これからどうなるかとかね。あと、いろんなね、ポッドキャスト関連の企業さんも出てきているので、まあそういうとこの話とかもできればいいなと思っているんですけど、まあただあのー、大っぴらにしないでいいかなって思っていて。<laughs> というのは、そのマイカポブティチャンネルだよね、ポッドキャスト、アップルポッドキャストの。一応あのー、アフタートークとかね、多少、あのー、 まあ、限定コンテンツ置いてるけど、まあ、もうちょっと、その、せっかくね、多少お金払って、えー、いただいてる人に、貢献もうちょっとできないかな、というふうな感じで、えー、まあ、ポッドキャストやってる人が多いような気もするので、まあ、そういう人たちの、まあ、少し、ためになるというか、えー、情報に、参考になる情報が、発信したいな、というふうに思ってますね。はい。 で、まあ今日、うんと、普通の本職の方もですね、ちょっとやっぱコロナでね、あんまり営業とか打ち合わせとかもしにくかったじゃないですか。で、ちょっとね、あの、やっぱりその分、人に会うのが減った分、新規の仕事っていうのがやっぱり入りにくくなってたので、ちょっと見直してですね、 ちょっと仕事していこうかなと思っていて、仕事というかやね、ちゃんと営業もしていこうかなと思っていて、まあ、ちょっといろいろ動き出してはいます。まあこの辺もちょっと会社の方で動きがあってっていうのもあるんだけど、で、実は今日土曜日なんですけど、まあ今日はちょっとね、自主的にちょっと仕事で動いてこようかな。まあまあ仕事、どこ,どこまで効果があるかわかりませんが、まあだけどね、その、ポッドキャストも新しいこと頑張ろうとし、 してるじゃないですかでメインの仕事の方もまあちょっとね今まで伝えてきてちょっとまた新しいことやろうかなと思って、まあ、まあほんとね何だろう問い合わせはいろいろ増えてはいる増えてはいるんだけどトリッキーなんだよね <laughs> 対応できるのかっていうねそんな形でですね結構チャレンジングなことを本職でもしておりまして、まあ、ポッドキャストも手が回るやら回らないやら うまくこうね、リンクしていければね、もっといいんですけども、まあ、ただ個人事業の方はね、ポッドキャストの仕事は全然今もやっていて、うん、実はそれで毎月収入はあるんですよね。で、だからその、なんだろう、YouTube みたいにね、あの再生数によってっていうのは、よりも額としては多いはずなので、けど、あの、オーディオスタートっていうね、えー、サービスを使ってやってるとかって、そっちもね、まあ、ちょっと、 月の収入が増えてきてます。これまあ、オーディオスタートさんが頑張っているのかなぁとは思うんだけど、自社広告とかも多分あると思うので、よくほら、スポティファイもね、聞いてるとスポティファイの広告とか流れてくるあんな感じでね、自社広告もあると思うんだけど、なんかね、せっかくだからちょっと音声広告、まあ、音声広告を出す企業さんとかいれば、ね、その CM 作りであったりとか、 まあ CM もいいんだけど、やっぱコラボレーションとかね、した方がいいと思うし、まあそういうところのお手伝いも本当はしたいんですけどね。はい。退職苦しておりました。<laughs> あとそうだ。その、仕事に使える交渉術もね、もうなんかどんなテンションで話してたかもちょっと覚えてなくて。で、俺ね、あの、話したいネタをね、いろいろまとめてたはずなんだけど、<laughs> 分かんなくなっちゃって。 と <laughs> で俺はきっちりそのビジネス系のポッドキャスターだったキャストだとしてもさ、こうきっちり話すのそんな得意じゃないんだよな。<laughs> こんなラフなノリで話していいものかどうか。いや、それだったら意味ないな。ちゃんと話したい気がするんだ。まあ、だけど、聞いてる人にはあんま違い分かんないかもしれないですね。はい。ということで、ちょっと今日はね、昼からちょっと仕事関係で出てこようと思うので、 で編集する時間もあれですけども、まあ編集もいろいろ溜まってます。で、まあこの体調崩しちゃったんで、エピソード39と40はトーク、スポティファイのテーマ、トークテーマ話3で41と、ちょっと特別にやりましたけど、実はもう収録済みのやつがね、一部あるんですよ。けど、えー、内容的に古くて、使えない部分もあるんで、そこを削りつつ、ちょっと補足する形で録音しなきゃいけないなぁと思っていて、 けど、何をどう、どの話を広げようかとか、まだ全然構想ができてなくて、しまったと思って。けど、あのまま没にするのももったいないっていう、まあ AI の話をしてるんですよ。ね。AI。なかなかね、今も、ね、日々日々いろんなサービスが出てくる AI ですよ。生成 AI ですね。それの話もちょっとしているので、と言ってもね、まだ本当に今、現在進行形でいろいろ出てくるんで、まあ、 一週間経ったらどんどん古くなるじゃないですか、情報もね。新しい情報が出てきて。それがもう一ヶ月半ぐらい前に撮ってるんで <laughs>。それも含めて <laughs>。まあけどち、ちょっと活かしたいじゃないですか。はい。全部さ、ね、話し直すのもあれなんで。で、マイカップオティの収録を、こう、YouTube ライブで配信しながら収録するようにね。今年4月から変えていたのに、まあできなくなって。まあまあ、あの、本当にね、 やつれてたんで <laughs> ちょっとね、ライブ配信は止めてましたけど、ちょっと6月から再開はしようかなと思います。最初は6月3日かなうん。ちょっとまたスケジュール立てないきゃいけないなと思うんですけど、その時話すネタをまだ思いついてなくて、ね。まあ、それこそ、生成 AI の話も、あ、だから追加をそこで収録してもいいのかなと思いつつ、来週、あ、来週か。来週ですね。 来週やってもいいけど、ただ前回のやつとのつながりを考えると、難しいな。また全然違う話してもいいんだけどな。なんか違う話あるかな面白いことありますなんか。まあ、ツイッター、そう、ツイログの話をさっき、あのー、ニュースレターに書いてましたけども、ツイログが復活しまして、ツイログって知ってますかねツイッターの投稿を自動収集してですね、ブログ形式でまとめてくれるんですよ。ブログ形式でまとめてくれるというまあ、カテゴリーとか、まあアット、アットマークとかハッシュタグでね。 カテゴリーみたいに分けてくれるのと、月ごと、何年何月っていう月ごとにこう、分けてくれるので、アーカイブを。あの、あれあの時何してたかなあの辺の時何してたかなっていうのを探すのすごく便利なんですよ。で、もちろん自分のツイートの中だけの検索とかもできて、結構ね、あの、使っていたんですよ。あの、なんだろう。例えば仕事でね、この日何してたっけっていうのも見てたり、まあ、プライベートでもなんだけど、 えー、だ、なので、結構、書いていたんですね。<laughs> 自分の記録として。で、後からツイログで探せばいいやっていう感じで。ツイッターで探しにくいじゃないですか。自分、まあ、なんか、一応自分のツイートだけに限ってで検索とかできんだけど、すごく探しにくいなと思って、ツイログの方が探しやすいなと思って。で、ある意味それで、行動記録が自動で溜まっていくので、ツイッターを使ってたところがあったのが、 使えなくなったんで、あの API 有料化ってやつね。で、まあ無料サービスなんでツイログが。まあ有料化はそりゃ、それはそうだよな。できなくなるよねと思って。まあそれがトゥギャッターですか。Twitter のまとめサービスというか、サービスというか。そこが買収して、まあ多分 API の使用料を払ってくれているんでしょう。えー、復活しましてですね、ツイログが。で、URL とかはトゥギャッターの中に入りましたけど、 いやけどありがたい。ほんとありがたい。で、4月5日から停止してたんですけど、ちょっと一晩経ったらね、ちゃんと取り込んでてくれていて。だから、ちょっと心が離れて、しばらくちょっとツイッターの投稿は、ちょっと控えめにしてたんですが、あれどうしようツイログがあるんだったらまた書こうかなどうしようかなって迷ってます。<laughs> 困りましたね。まあけどこれからどう、まだわかんないよね。どうなるかね。いやー、しかし、 まあツイログね、ダウンロードもできるので、ログを。<laughs> どっかでダウンロードしとこうかな、とりあえずと思いながらね。まあそんな私、ツイログ使ってますか 2009, ?2009 年からのサービスなんですけども、まあ初めの方から使ってたんですよ。で、その時もだけど、初めて、過去の分もちゃんと取り込んでくれるんですけど、ただ何件までっていう上限があるので、ね、取り込める数のね。3000件だったかな。うん。 だから本当は2006年からイいてやってますけども2009年からしかたまってないですけどね <laughs> 古いやつで見たいなと思いながらですねはいそんな1週間でしたねまあ、ただねその薬をステロイド剤という強いのにしたおかげで体はちょっと楽ですはい症状はより抑え逆に怖いけどねは <laughs> 効いてるなーっていうのが分かって デストロイド剤は免疫力が落ちらしいんで、風邪に引かないようにとか、引きやすくなるんで、みたいな感じ言われたんで、だからその、一混みに今日行くんで、ちょっとね、ドキドキしながらですが、行ってこようかなと思います。はい。ということで、えー、またよろしくお願いします。ポドでした。じゃあねー。 thank <music> you